ラテンパーカッションのミザリートです。イエーイ。リクエストいただきました。ラテンパーカッション、小物楽器の中でもフル楽器、マラカ、マラカスについてのワンポイントレッスンです。マラカスについてワンポイントレッスンです。持ち方についてなんですが、まずこの持ち方、人差し指と親指でだいたい長めに持つというよりかは、だいたいこの根のあたりを持ちまして、つまみまして3本の指でスッと収める、こちらですね。こう掴んで食べる、こういう掴み方でよろしいかと思います、ね、これ長めに持ったりとか、あまり極端にこう持つと振りづらいですよね。ですからやはりこの辺りで掴んで収めるのがいいかなと思います。そしてこの楽器はまん丸であったり面長であったり、いろんな形の楽器がありますが、中の豆や砂、いろんな素材のものがあると思うんですが、これを振って向こう側に当てる、こっち側に当てる、こっち側に当てる、こっち側に当てる、斜め下、いろんなところに当てて音を皆さんパフォーマンスするわけですね。こうね、こういういろいろ角度で鳴るわけなんですけども、基本はやはり平行に、地面に平行にまずこう前後に振ってみる。で、左右、前後、左右、そして僕の場合は少し斜め下、これぐらいでしょうか、ちょっと斜め下にこう振る感じです。パンと当てる、パンパンパン、この辺ジュッとゴーストノートといいますか、ジュワッとこう下に降りるためにグワッとこうグイッてなりますが、このゴーストノートはさほど気にせず、気にするポイントは下に落ちるときにパンと切れのいい音を出す。で、前後なるだけ切れのいい左右、これを右と左で練習するんです。でもなかなか利き腕じゃない左とかは難しいんですね。ですから特に利き腕じゃない方を少しねこう振って、少しでもこうどれくらい振ればどれくらい当たるというのを、もうとにかく理屈ではなくもう数を振るという練習でいいと思いますね。はい。ああ、ふん。イエーイ。それでは具体的なマラカの練習方法についてなんですが、右と左で振りますが、この右と左のリズム、タタタタタタを均一に出したいんですね。やはり8ビート、16ビート、いろんなビートにと乗せるときにリズムがしっかり出ていることが重要なんです。そこで練習としてメトロノームをねまた使いまして、これは100というテンポなんですが、これに対して右左、8分音符、もう、ね、これに対して16分音符はオレンジ、8分音符、もう、オレンジ、このようにですね、ビートに対して音符を変えていく練習してみてください。そして一つのテンポで8分音符をやりながら16に展開、タカタカダー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 、オレンジモモモモモモ、例えばですね、これはテンポあります。1、2、3、4、まずはモモで演奏します。一拍目にオレンジモモ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 、
このように四分音符さえうまく捉えられていれば、いろんなビートを入れて、ね、リズムを楽しむことができます。ぜひ練習してみてください。マラカスについてのワンポイントレッスンでした。ご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録の方していただきまして、いいねボタン押していただけると嬉しく思います。パーカッションのミザリートでした。イエーイ。